で、そう、あのスタッフさんとさ、その私はドローン。え、ティッシュは、え、ティッシュも持ってくるの？そこにあるじゃん、取ってよ。え、あざっす、すぐそこよ。そう、なんかね、スタッフさんとかとそのいろいろね、教えてくれる方とね、かと一緒に、あとせいちゃんとかその辺でなんか役について話してたんだけど、クイーンビーバー絶対になんか変な男に引っかかってみたいな、あのなんか幸せにならないタイプだみたいな話をしてて、なんかそのなんていうの、なんかまた今回の男もなんか変なし、なんかで振られてボロボロになってみたいな、なんかよくわかんない紐男とかに捕まってみたいなっていうタイプっぽいよねって言って、確かで、ああ今回の恋愛もうまくいかなかった、なんでこんなうまくいかないんだろう、私はこんなに尽くしてるのにみたいなタイプだと思うみたいな話してて、はあ確かにって言って、そう、尽くして尽くして、なんか冷たい、なんかそういうなんか優しくない男の人に引っかかってボロボロにされてそうみたいな話しててそうっていう話をしてた。待って待って、私が尽くすって話じゃない、クイーンビーの話。紐になりたい、やばいやつだな。そうっていう感じっぽいよねって話してて、確かにって言ってなんかワーキャーやってました。失敗しました。そう、あと何の話してたかな。そう、でもそういえば、今回そのまるさん、まるおさんが今回もエースで、まじむりの番の時もそうで、そう、まるおさん今回もエースで、この間のつばめ返しも劇団鹿おろしのやつだったので、丸さんが演出で、であと盾のね、先生も盾の稽古つけてくれた方も一緒だったんですよ、そのツバメ返しの時と。でもツバメ返しの時私盾なかったから、今回やっと盾できますって言って教えてもらってた。カートコバーンって知ってた？カートコバーンは聞いたことしかなかった。カートコバーン、カートコバーン選手権みたいなやつあったよ、なんか稽古場でみんなで声を響かせる、なんか声の出し方、発声が大事だっていう丸さんが言ってて、一人ずつカートコバーンは言ったっていうのをちゃんと響かせるように言うっていう、みんなカートコバーンは言ったっていうやつがあったね。そう、ドラゴンのセリフなのに全員が言うっていう。そういえばね、ツバメ返しで思い出した、ツバメ返しの DVD が私のところに届きました、ついに。まあ、でも私 DVD もらっても怖くてあんま見れないんですよね、いつも自分が出てるやつって。そうだから、ちょっと見るかどうか分かりません。
町娘懐かしい、キャーってやってたね懐かしい、あれ年始かちゃんと見なさいよ。いや見る必要ないよ、だってね、そういうのも別にいいんです。センター分けしてたね、確かに。エアロビ、あ、やってたね。私やってなかったけど、確かに懐かしい。マジスカ学園出てた。マジスカのね5くらい出てたかな。4の最後と5は出てた。丸尾さんは歌って踊らせるの好きよね。あ、そうなんだ。そう、でもツバメ返しの時に、あ、歌うんだってなったのは覚えてる。本読みの時にこれは歌だよなって思って、歌、歌かって思ってた。マラさん AKB の現場が優しかった。あ、でも、まあでもそのツバメ返しの時の方がなんか殺伐とした稽古場だったかな。でも私には優しかった。あのやっぱ多分アイドルっていうのとか客演だったりとかなんかそういう多分気使ってくれてたんだと思うんですけど、そうだからね、終わった時にあんまりそんな気使わなくていいですよ、今度もし何かあったらってっていう話をしてたんだけど、いやすごい気使われてんなって思ったから。そう、でもそうね、今回の舞台も初舞台の子たちは大変そうでしたね。今何時？私何分くらいやってんだろう配信。トムさんみたいに梨食べたくなってきた。梨は美味しいですよ。美味しかった。2個ももらってしまった。9時16分。あら、意外と1時間経ったら終わりにしよう。25分ぐらいになったら教えてください。仁義なき戦い懐かしい。てっちゃんやってたな。あれも大変だった。TikTok 言い出したの、もぎさん。ああ、ちっちゃな頃から悪がきれいってやつ。そうそうそう、もぎもぎの携帯で撮ってた。で、そう、なんか撮ったことなかったんだけど、あの曲の振り付け知らなくて3分ぐらいで教えてもらって撮った。だからなんかヘラヘラしてるね。
ちゃんってピアス開けてたんだね。開いてるよ、開いてるよ。今つけてないけど。そう、クリームフォン食べた、食べたよ。発展堂でしょ、美味しいよね、大好き。なんかあの土曜日に映画の舞台挨拶、そう、あの未成仏百物語 の、 あの舞台挨拶があるので、そうだそうだ、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。あ、じゃあここからいろんな宣伝タイムに入りましょう。あれ、握手会、お話し会ってもう終わっちゃった？あれ、あのお話し会の受付ってまだある？まだ申し込み期間。お、じゃあお話し会ね、もしあのマジ無理とかその他もろもろのあれで、あの私のこと気になったなっていう方いたら、あのぜひとも申し込んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、あのね、ちょこちょこ完売もしている分も増えてきて嬉しい限りですので、はい、まあなんかね、久しぶりのお話し会なんで、まあね、お話し会で何話そうかなっていう人は全然何でもいいんですよ。あの何で好きになったかとか、何きっかけかとか、なんか例えばなんかこの配信好きですとか、この写真なんかお気に入りの一枚とか、なんか教えてくれたら、ああれねみたいな、緊張しすぎて無理だ、任してよそんなの、全然大丈夫よそしたらもう緊張してますって言ってくれたら、え、緊張してんの、なんで私だよみたいな、なるから大丈夫。そう、キャラニっていう AKB48 オンラインお話し会で検索したら多分出てくると思います。ともちゃん事故らないから大丈夫。そうなんですよ、絶対あの電波が悪くない限り事故らないんで大丈夫、安心してください。はい、絶対ニヤニヤする、あ、するするする、それはする。当たり強め優しめ選べますか？あ、先に言ってくれたらいいよ。クイミー姉さん、お話し会初めて行きます。お、よろしくお願いします。クイミー姉さんではやらないからね、言っとくけど、この感じの無と乙女で行くからね、よろしくお願いします。トマ初見でも話題作ってくれるって、ありがとうございます。そんな風に言ってくれるんですか クイーンビー様メイクの日ないんですか？あれめっちゃ濃いんだよ、すごいメイク濃いんだから、優しいのがいい、考えますあ、人によっては選べないものもあります、残念でしたイヤホン持って帰った。ね、聞いて、昨日ねイヤホンなくしたの。なんかこの間楽屋にイヤホン置いてっちゃって、で千秋楽であの会って、あ、よかったよかったってなったんだけど、なんか千秋楽の日って全部持って帰るじゃん、でなんか全部詰めてバッグとかパンパンになって、いろんななんか差し入れとかさ、レッスン着とか全部入れて、よし全部持って帰った。いや、だけないの、どこ行っちゃったんだ、もう最悪本当に、買わなきゃいけないかなって今思ってるところです。悲しい、エアポッツずっと使ってたのにって感じです。今モナルヒは見つかったの？そう、モナルヒもなくなったらしいんですよ。だからあのスタッフさんがモナルヒ知りませんかって言って、え、知らないです、モナルヒなくなったんですよねって言って、そう、モナルヒ結局ないらしい。
AirPods Pro にアップグレードチャンス。いやそうなんだよね、それも考えたんだよな。 AirPods Pro にするね、いい機械なのかとか思ったけどさ、思ったけど高いよねあれ。もうね、そうないからちょっと考えてる。このまま出てこなかったら買っちゃうかもしれない。はあ、悲しい。佐藤が怪しいとか言うな。ねえ、私さあれ大好きだったんだよね、あの最終日のさ昼のライブパートのあのなんだっけ、ライブパートのさキーちゃんのあれがあのすっごい好きで、そうあのりんちゃんが急にひざまついて、そのヌル様がね、ヌル様が急にねキーちゃんに向かってこれでひざまついて、佐藤様メンズあのなんか準備が整いましたみたいなこと言って、なんかご苦労みたいな、なんか夜公演の配信のチラシを巻き散らせはっとか言ってみんなで そうめっちゃ面白かった。佐藤様何者みたいな。めちゃめちゃ面白かった。あとあれね、あのタウゼントシュナーベルのあのかくれんぼみたいになった時にあの竹刀引っ張ったら香りみたいなやつあれはもぎもぎが考えてた。そう面白かった。そう私最終回の夜噛んだんですよね。でもそう、それが唯一心残りですけど、アーカイブ残っちゃうし、でもまあ気持ちがつながってたらからよしとしましょうという気持ちでおります。そうでもまるさんがあの噛むのは日常だから悪いことじゃないって言ってたらしいので、私がいない時にそう OK。落ち込んでるかと思った。いや別にそんなだけどすごい言われるからなんかってなってた。立て直したっていうか別に立て直した、うん別に崩れてない。そうなんで落ち込んでないよっていうお話でした。っていう同じとともに今日はこれで、ねめっちゃわざわざ出すじゃない、これ早く消えてくんないかな。よし、いやなんかいやまあいいや、よし。いやそうなんかね、そのやっぱ最終日みんながなんかすごい気持ちが入っててさ、なんかねあの今までなったことのないような気持ちにあのハイエナのセリフのところでなっちゃって、なんかえっはっってなってたらなんかセリフがうまく言えなかった。でも気持ちが今までで一番乗ってたので OK ですっていうことで、これから黄色くなっちゃうよ。そのもうちょっと黄色くなっちゃう。じゃあランキングを読みたいと思います。お立ち台の皆さんいきます。13位あやねさん、12位しろくまちゃん、6日間毎日会えて嬉しかったありがとうさん、11位えつあれちはさん、10位としやっと、武藤家は姉もしだけどクイーンビー様も好きさん、ゲイてるてる坊主、あと森かなやさん、おおお、8位パピアとアレチの皆さん、楽しさん、それは楽しとは言わないな、7位まひろさん、6位東京のソワンさん、5位ムトゥさん、4位たかし6340さん、3位、島田和之家とお話し会楽しみにしてますさん、2位アルパカさん、1位プースケさん、ありがとうございました。
お立ち台っていうのどうしよう。あ、本当お立ち台じゃんそれ。はい、ということで真面目に学園ありがとうございました。はい、次は夜音ですね、日比谷の。まああんまり休むのもないままきっとリハが始まるのでしょう。ということで宣伝は、オンラインお話し会ぜひ遊びに来てくださいっていうのと、あと、あの真面目のグッズネットであのうちわとか受注生産するらしいので、もしそれもよかったらはいよろしくお願いします。あとはそのなんだあれだ、未成仏百物語の9月4日あの舞台挨拶ありますっていうのと、あとあ、武藤姉妹の TikTok ぜひあのフォローしてください。あとあれね、私のインスタフォローしてください。 SNS もろもろ。あと明日 MV 公開らしいです。あとはアベマね、毎週金曜日アベマやってます。アベマモーニング朝7時からはいやってます。あとはね、あで金曜日はその後1時から人生いろいろという東京 MX のはいやつやってます。ドラマ出てます。はい、そんなもんかな。あと9月のね2日かな、在の配信あるよね多分、そちらもぜひ見てください。はい、ということで、はい、ともちゃんも大忙し。いやこうやって並べるとね確かにいろいろあるわ。ありがとうございます、頑張ります。はい、またね、ありがとうございました。ちょっと口内炎早く治します。バイバイ。